皆さんこんばんは。今日ね、ここのエンジンチェックランプ途中でついでエンジンが全く吹けなくなって、最高速度が60キロぐらい、それで今なんとか帰宅してきたんだけど、ちょっとそしてエンジンをかけるともう治ったんだよね。なんだこれは、もうつかねえし、ほらちょっと、そしてここだからね、ここ、うん、ちょっとそしてね、走っては来たんだけど数キロ何にも問題ねえんだよな。ダメだ、じゃあジャフ呼ぶ覚悟で走っていきたいと思います。というか一回コイル見てみっかな、イグニッションコイル、あれだったらまあちょっとだけ見ることはできると思うんで、プラグとね、それだけ見て、ちょっとあとは検討、車買うかどうかを検討したいと思います。はい、外してみました、プラグ。どうなんですかねこれね、なんか湿ってんな。まあかぶり気味で走ってきたのは分かっけど、なんだこの白いな、ちょっと、まあこれはちょっと焼けすぎてんのかな、とにかくなんだろう、わかりません。あとはこれはこっちのコイルはあれなんだけど、特にねこう油がついてとかそういうのもなくて、ないんだよな、割れてんのあんのかな、でも二度と戻るわけねえんだよな、なんで急に戻ったんだろう、こういうの怖いな。エンジンチェックランプついてさ、まあこっちももちろん10万キロ走ったコイルだから、多分そんな感じのコイルだと思うよ。10万キロで買ってから12万キロ、それから4万キロは使ったんだな、ワゴン R を。どうなんだろう、分からず、とりあえずこれだけ交換して、あとは走ってみるしかない。そうしないと分かんねえな、自分としては何も、ほら何が悪いか測んのねえから。